FEC チューンド 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 FEC チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりました、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと中地です。よろしくお願いします。絶対突っ込まない。あ、気づいたんだ。いや、気づくだろ。これ気づいたわ。気づくだろよ。気づかんやん。全然気づかんやん。ということで、分かりづらいって。はい、今回はですね、はいはい、ゲストを呼んでおります。僕たちのシェアハウスメンバー、りょうとちゃん。りょうとです。デコボコトラベリング、りょうとです。はい、カメラちょっと前に向きたい。よろしくです。お願いします。そうなんだよね。だからデコボコが、うん、ラジオする、ラジオデコボコトラベリングの、うん、なんですっけ、ねね、あのビッグスモールが始まる前に俺たちとね、よくラジオしたり、そうそうそう、よくゲストで呼んでたんですよ、うん、とか俺たちが内地のね、お笑いのね、大会に出たりするときは、うん、逆にデコボコにお願いしたりして、ね、そうだね、デコボコと一緒にラジオしてたんだけど、こいつら自分たちのラジオが始まったらもう天狗ですよ。だからよ、来ない、もう全然一回もゲストにも呼ばないし、俺が、いや、俺が、うん、なんか両党今日ラジオ出てもらっていいっすよ、こんなして、あ、こうだ、行くかや。俺はもう水曜日だけで十分だばい。行って行って、水曜日俺が沸かしてるばい、日本の水曜日俺が沸かしてるばみたいな。だってお前らのラジオ出たら絶対爆弾発って言うからな。もうお前も大して変わらんだろ。変わらんな、はい、ということでですね、はい、もうコメント、はい、今日は3人でやっていきますので、はい、シュプリームさん、お、こんばんは。ありがとうございます。自販機コインお疲れ様でした。そうなんだよ。あー、そっか、ね、もうじゃあ、そっかそっか、こっちばっかりやったみたいなね、自販機コイン、あー、まあ、知らない人もいるかもしれない、そう、説明だけ、自動販売機の下にお金落ちてるって経験皆さんありません？落としたっていう経験、はいはいはい、あると思います。 その自販機の下に落ちてるお金を拾うっていうのを24時間しました、うん、おお、すげえ。すごいよこれね。あ、いつだっけ、金曜日か、金曜日の12時スタートで土曜日の昼12時まで、24時間もずっと寝ずに。で、まあ、この様子はね、まあ、後日 YouTube であげるんで、まあ、金額、うん、結局何円集まったとかなどはね、まだ言えないんすけど、うん、はいはい、ぶっちゃけ量とどんぐらい集まったと思う、本当に。お前にもまだ言ってんすか。俺は言ってなかったっけ。言ってない言ってない。俺多分、うん、300円ぐらいかな。350円。まあ、そうだよ、だって10円とかばっか落ちてるやん、うん、で、10円を30回拾30回拾わんと300円ならんもんな。そうだね、それか1円玉とかかなって思ってるけどね、はいはい、待って販売駅で1円玉使わんか、使わんか。あ、そっかそっか、違うよ、間違ったよ、うん。あー、リョートすげー台本通りだな。ほんとにリョートのキャラが売れるから。次の台本、あ、それね。マジよ、おい。こいつよ、マジで天然で、最近なんか一緒にドライブした時に、はいはい、高速乗ろうって言って、うん、高速乗ったわけさ、うん、で、帰り、この降りる、高速降りる時にお金払うさ、はいはい、で、お金払ってって意味で、この高速の店員っていうの、うん、従業員、うん、ね、座って、立ってる人、立ってからね、うん、はい、人が、お金ちょうだいって意味で、はい、何円になりますって手を、あ、聞いてる？聞いてる？あ、何になりますって言って手をパッて伸ばしたんですよ、うん、そしたらリョートはこんな人握手しよった。違う、何よ絶対握手しよった。これどういうこと？だから俺なんでお前高速のこの降りるタイミングで握手する？かわいいじらだろお前、正直。違う、雨降ってたわよその日、うん、で、はい、もう窓のところ雨いっぱい来てて、喉パニックってお札ばっかしだったから230円ぐらいなんだけど、もうパニックって手差し伸びてた。気づいたら。全然意味わからんこれ。よし、両手が家って言ってつって、違う、これ違うだ、この台本次、こんなに泣けないってことで、俺たちしかも触れてなかったけど、これこれ何マジで、これに誰も触れないっていう、うん、これね、俺と両手で、このなんていうの、アダルトショップ行って、500円ガチャがあって、はいはい、これ4000円ぐらいかな、大体そうだね、ぐらいなんですけど、500円一発で両手が当てた。すごい、す
すごいよね。しかもその前も両とね SM グッズを、そう5000円相当の SM グッズを一発当ててる。そっか、一発当ててるから、じゃあもう実質1000円で1万円分のアダルトグッズを、まあそうだね、手に入れてる。すごい、超すごい。神様が来てます。これね、パンツね取ったら超リアルだから、あーちょっと見せられないかもしれない。、うん、本当にごめんね、これはまずこの靴下とパンツ、うん、俺のだよね。リアルに、なんかちょお前洗濯してないだろ。それだけ言ったら勘違いされるだろ。あーダメ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 、やばいさ、ほんとにやばいさ、ほんとにダメ、リアルすぎるから。ということでね、コメント読んでいきましょう。はいはい、結構来てますね。はい、かーこちゃんこんばんは、ということで、こんばんは、こんばんは、いつもありがとうございます。ラムちゃんこんばんは、ということでね、これスノー、これスノーでしょう。スノーね、スノーいいっすよね。そのまま乗せる、乗せてアイコンにするやつってもういないんじゃない。いたらいやいや、いたらいたでするよ。ほら、中田猫さんとか自撮りでしょ、ほら猫だからお前。どういう顔してるもん。マリンさん、マリンちゃんこんばんは、ということで、ね、おさすコンティニューパンありがとうございますね。いつもありがとうございます。アラームちゃんとカーコちゃんもね、コンティニューパンありがとうございます。中田猫さん、あ、今日もね自撮りのアイコンでしっかりこんばんにゃーす、ということで、自撮りじゃないよやこれ。、はい、どう見ても猫だろう。ありがとうございます。カノちゃん、カノちゃんこんばんは、ということで、こんばんは。あ、カノちゃん、ほらスノー入れてないよ。お、これ、お、うん、どうなのこれ。そんなやな。そんな絶滅危惧種見つけたみたいな。いやいやいや、普通だろ別に。ヤンバルクイナ見つけた気分。いるわよ、俺も自撮り、お前も自撮りだろ。お前も、あ、自撮りって。あ、でも俺加工してるわよ。あ、マジで俺加工してる。そうなんだ。俺も結構加工するよ。するでしょ。お前も、お前一番してるだろ。最近どこ加工したかいいやん。目の部分とか。めっちゃピンポイントやし、お前。大丈夫、俺も顎。顎ハチこそ顎をちゃんとやった方がいいと思う。格好しろお前。いやいいよ、これが俺だから。スタンプ貼れ、大きい。なんでよ。黄色いやつ。ブスな JK か。やめろやめろ。ということで、とんこつしゅうさん、お、ありがとうございます。お、かわいい具合だねって。ありがとうございます。なぜかな、これは両手に決まってる。両手に決まってる。俺ありがとうございますって言って、お前が突っ込まんの、俺ガチヤバいやつみたいな。両手リアルに、リアルにちょっと。お前ちょっと何、俺かなと思ったの。うん。なわけあるかい、なわけあるかいってのかわいそうだけど、なわけあるかい。最近ちょっと俺美意識高い。なんでなんで。まずリンスするようになって。でリンスからのコンディショナー、うん、コンディショナーして、3段階ってこと、シャンプー、リンス、コンディショナー。そう、で夜お風呂入るときあるさ、うん、もう俺もう1時間ぐらいかかるんだけど、うん、まあまあ普通に最初頭洗うさ、うん、で水気を切ってで、リンスつけて、はい、で、またリンス流して、コンディショナーつけて、うんうん、で、コンディショナーって結構時間置いた方がいいらしいから、コンディショナーをつけて、はいはい、で、顔パックするっていう。やば、顔パックまでして、で、10分放置。だから、顔と髪の毛を同時にちょっとケア。じゃあ、お前の髪の毛今、サラッサラってこと。めっちゃ自信ある。あ、今日も。じゃあ、一回触ってみていい。いやいやいや、雑草やし。雑草やし。あのね、結果が出ないんですよ。結果が出ないんだけど、なんでかな。俺もザラザラなんだよな。あ、両と、あ、でもお前ちょっと傷んできてるな。あ、俺傷んでるよそりゃ。まあ、しゃーないよねこの時期は。ちゃんとワックスもするようにしてる。あ、今日はしてないけど。だってラジオにしていないと意味ないだろ。意味ないか。ちゃんとするようにしてる。準備に今めっちゃ時間がかかるようになってる。ということでラムちゃん。可愛すぎです。あ、ありがとうございます。お前じゃないよ。ああ、やっと気づいた。よかったね。俺も台本欲しいな。台本ないから。かわこちゃん、はい、大亮太さんこんばんは、ということでね。こんばんは。小さいことオランダ妻降臨。スプリームさんの世界観が。すごいですね。アイコンはこれあれかな、夫妻でセックスする前。やめろやめなさい。やめろ。子供なこれ。子供。子供ちゃん可愛いっすね。すごい。いいね。5歳？二歳と5歳ぐらいか多分。可愛い。あ、子供なの？子供。すげえ。なんだと思ってたの？本人と思ってたの？本人と思ってた。なんだよお前。お前こんな赤ちゃんみたいなやつでコメント視聴者プレゼントやろうって送ってるからな。りょうちゃんこんばんはってこと。あ、りょうちゃんもがっつりもうモデルみたいな撮り方だよ。はいはいはい。すごいね。ちょっとにゃかわいいな。どう、りょうちゃん。かわいいね。お前どういうのがタイプだっけ、女の子、りょうとは。りょうと優しければ何でもいい。いやお前それはないよ、お前。また自分のキャラ保つために。この前フェラがうまい女がいいって言ってたよ。言って
ねえよ。どんどん潰しペラで判断するのもどうかと思う。中田猫さん、エロ神様ということでね。はい、ね、あ、さっきのあれかな、ガチャガチャかな。はい、ガチャガチャも確かエロ神様なんですよ。よろしくお願いします。ヒロミさん、欲しい欲しいって。いや、ダッチワイフ女の人無理でしょ。欲しい、これで終わるから。そうそう、リアルだな。ボコとボコが合体してる。ボコ、ボコじゃデコな。デコはチンチンだろ。うん、あ、そっか、そうだよ。ボコがへっこんでるほうか。あ、うん、そっかそっかそっか。今のちょっとカットでお願いします。よかった、生放送じゃなくて。生放送だよお前。がっつりだよ、ゴリゴリ生放送だよ。中田猫さん、自撮りっすって。いやいやいや、違うだろ。以上です。これは台本にないです。台本なかったらタジタジになる。台本ないですよこれは。うそですうそです。あ、中田猫さん、自撮りではないですよ。下からなんだね、下から、うん、女子で下から撮る人。あ、確かに。そうだ、電気も暗めだしね。とんかつゆさん、お風呂は10分以内。え？ヘアしか洗わない、髪しか洗わない。ええー、お風呂早い人いるよね。いやでも俺も、お前早い人。でも俺もだから、両手とかもめっちゃ早くない？両手早い。洗ってる？洗ってるよ。脇とかちゃんと、うん、ちゃんと洗ってる。股間も、うん、アナルも、アナルも洗ってる全部。本当にめっちゃ早いよこいつ。やばいよ。俺さ、シェアハウスして死にビビったのが、うん、体洗うときさ、うん、このゴシゴシするやつあるさ。そうだね、うん、わかる、うん、俺使う肌わけさ。俺も俺も、ほんとだけど、コウタとか帰りとか変山とか使わないさ。で、うん、俺これがありえなすぎて。俺、うん、肌弱いから。あーあー、はい、そんなにだからゴシゴシしちゃう。俺周りにさ、いろんな地元の友達とかに聞いてみたら、うん、ゴシゴシ使う人の方が少ない。え、あ、もうそのままだからボディーソープで。いやでもだからサンマとかもそうなんだけど、うん、石鹸つけなくてもいいんだよ人間の肌って。本当はまあそうだね、本当は人間の肌って石鹸つけなくても綺麗になるもんなんで、うん、あれただ匂い付けとかであって、うん、あ、そうなんだね、気分でやってるだけであって、うん、ゴシゴシしないのが俺めっちゃ衝撃的で、うん、ずっと不潔感ってこと、うん、なんかいやもう洗ってないぐらいの。そうだね、うん、両と赤とかね、両と俺と中地どっちが臭い。中地。嘘。中地。嘘そ。中地様にね、脇の匂いがする。脇の匂い言うの。ちゃんとお風呂入ってるんだけど。脇の匂い言うの。でもだから擦りすぎたら逆に良くないみたいなね。あ、そうなんだ。そうそう。だシャンプーも3日に1回ぐらいがいいらしいよ。逆に頭皮の油、頭皮の油がなんか匂いを抑え込んでるらしく、それを自ら剥がしてるから。はいはいはい。らしいっすね。シャンプー、そうそう、そうなんですよ。シャンプーだからあんまり。あれも言うさ、髪の毛染めるときも油 つけた方がいいから洗わないっていうさ。あーあー、そういうことね。そっかそっか、確かに。そうそうそう、わざとっていう。一日はシャンプーしないでくださいねとか言われる。言われるから。そっか、確かにね、痛めるからね。じゃあシャンプーあんまりしない方がいいってことですね。ヒロミさん、あっさ、お、あっさ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 、今日遅いよ、遅刻だよ。あ、こういうのあるんだ。あっさはもういつも始まる前にもコメントしてくれて。えらいね。偉くないよ。え、今日遅いんだ。あ、今日遅いの。いいよ、来ただけでもいいよ。だからいつも早いからね。だからね、あのボルト、ボルトみたいな。プレッシャーかかるでしょ。そう、ボルトね。あ、ボルトじゃないか、ボルトか。まあ、ボルト。いつも1だから2だったら怒られるみたいな。嘘です、あっさ、もうありがとうね、いつもね。クワガタつかみに捕まえに行ってたんで出遅れました。あ、しょうがないよ。ボケ、これは本当？本当か。まあガチじゃない。ガチか。え、うん、どこに行ったんだろう。クワガタね、捕まえられるの。行きたいね、クワガタ。何回かね、挑戦してるけど、うん、ちょっと失敗に終わっちゃってる、ね、どこがいいんだろうね、わからんもんね。わからん、うん、頑張るじゃない。今時どこにいるんだろう、全然。ゆるみさん、お、1時間もお風呂入る、コンディショナーイコール、うん、リンスだよ、トリートメントだよ。あ、そう、トリートメントね。長起きするのはトリートメント、リンスの後にトリートメントしてる。あ、なるほどね。そうそう、一緒と思ってたよ。違う、俺も一緒と思ってた。違うらしい、違うらしい。ヤーの髪に必要ないないよ、無駄だよ、無駄。無駄だ、そうだからあ、でも俺も最近美意識高いっていうか、うん、あのホワイトニングしたいって思い。あー、わかる。笑った時に歯が白いってかっこいい。美意識高い、うん、2、3万ぐらいかな、あれ。1万5000円でもできるところあるってよ。やるか、やりたい、やりたい、ね、見てみしょ。いいね、ちょっと。じゃあ来週俺白い歯で来るわ。ああ、来週白い歯で来るわ。おお、うん、これプレッシャーですよ、清原みたいな。白いもんな、白いな、清原な、うん、ゆーちゃん嵐さん、ゆーちゃん嵐、こんばんは。こんばんは、ね、懐かしい。ゆうちゃん、あのゆうちゃん、嵐のね、300曲以上全曲歌えるし全曲踊れるっていう、
嵐の曲をね、やばいやつだから本当に面白い。そうそうそう、あ、そっか、あれじゃ人気者に、はい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 、すごい久しぶり。身長も85ぐらいあって、ガタイもこんなだから本当バケモンみたいな、バケモンみたいなね。いい子だよ、いい子、好き、大好き。ジブリみたいな、ジブリに出てきそう。ヒロミさん、あれで洗うのあかんらしいよ、手洗い、皮膚のなんちゃらかかれる。あ、やっぱそうなんだ、皮膚の油とかが、いい油がね、かかれる。リオさん、良い角質まで取れるらしいですね。赤すりを使いすぎると。あ、そうなんだ。あ、豚骨するじゃん、体洗わないな。そんなもんか、やっぱみんな違うんだね、やっぱね。そうだね、とんこつ中さん、オリジンアワー聞きそびれたからこちらに来いね。あ、オリジンアワーとかもう正面正面、ほんとにFM 那覇ですかね。見るな見るな、ね、嘘ね、全然ね、ほんとにいろんなとこ見てください。はい、シュプリムさん、カミキリムシを捕まえに来て。そうなんですよ、俺カミキリムシを捕まえてね、俺後輩の顔に、あーやってた ね、 ね、後輩パンってやったらブーンって飛んで俺の首。キリムシはきついな、きついよ、ほんとに。本物見たことあるし。いや、だからもう、え、知った音なるよ、キリキリキリ。いや、マジか。フォルムがやばいさ、あいつ。噛む音。え、うん、やだ。カミキリムシもフォルムがやばい。あ、そう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 。ね、うん、一応。なんでだろう。カミキリムシは、あの、この鳴き声、うん、このキリ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 なわけさ。あ、そうだね。あの、デコボコテレビの帰りは、キリ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 って、なんか、そうだね、夜、激しいで。あれ、やばいよな。てか、カミキリムシより怖いよな。あー、そっか。ギーコーギーコーみたいな音が。ギーコーね、なんか、ね、歯をめっちゃ擦るわ。そうそうそう、嫌だ、あれはもう。ぶちゃるよな、あれな、もう。あれはやばい、やばいな。本当にオーケストラだから。あれ。俺の右で、気持ちよくないよ、俺の右で、後輩の変山が、いびき。あ、似てる、めっちゃ似てる。最近、この、より、あー、そうそうそう。っていうのが、うざいぶ。で、俺の左手、両とか寝言。アメリカみたいな。あー、ほんとにね。なんか、アメリカに怒ってるから。マジでいいもん。俺、アメリカに怒ってんだ、嫌だ。で、上で、ギリ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 って言ってもオーケストラ、俺の周り。いや、心地よくないだろ、最悪。オーケストラ、やばいな。お前、もう指揮者やし、お前。あ、なんとここで、え、あ、なんとここですごい人からコメント来ました。安倍総理大臣、おー、安倍総理大臣からありがとうございます。すごい、安倍総理大臣こんなクソなラジオに来るの。クソなラジオ言うの。マジか、安倍総理大臣からコメント来ました。はい、なんだわこれ。来るべきじゃないよ絶対。なんだわこの定番、沖縄の人はアップルパイのことをリンゴ天ぷらって言うと本当です。やばいな、聞いたことねえよ、イカれてるな。中ちゃん、安倍総理なんか一言とかで、こんなラジオ聞いてないで政治してきなさい。何してるんですか。わあ、わあ、中ちゃんお気に入ったわ。ココナッツピーナッツさん、こんばんは。こんばんは、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、ひろみさん、リンスは髪の外側をサラサラに、トリートメントは内側かららしいよ。すげえ、どっちもできるようなのね、ないのかな。でもシャンリンスインシャンプー、うん、クソだよ、ね、あれ意味ない、ギシガシガシガシるな、頭ふけてるさ、うん、嫌だあれはね、なあ、うん、あれリンスインシャンプーなのかな、あれ、あれはちょっと嫌だな、嫌だな、すごいね、いっぱい来る。昨日最近カイリが、うん、あの腕立てを、え、デコボコトレーニング帰りが、うん、最近腕立て、ね、筋トレってこと、うん、筋トレして、家で、うん、リビングで、うん、知った。そんな追い込むまで、リアルやってで、汗しリビング、うわ気持ち悪い、ボタボタ出して、うん、知ったふく汗かいて、びちゃびちゃで、俺たちってクーラーの部屋にいるさ、うん、水、あの寝る場所にいて、うん、でガーってリビング開けたらリビングクソ臭いばい、うわ汗の匂いね、まあ、頑張ってる匂い、で、あいつくっそ汗かいたままそのままおやすみって言って寝る。うわぁ、で、あ、俺のところ今日後輩の変山寝てるわ、リョウトのとこでねえよって。うわぁ、リョウトが実家帰ってる時。待って、だから俺最近自分がいない時は張り紙、帰り俺の場所で寝るなって。待って、リョウトのとこ、怖い、怖いそれ。あの、デコボコの帰りめっちゃ面白いんだよな。帰り面白いじゃん。あいつも天然だよ。デコボコの帰りめっちゃ天然で、天然、昨日、ちょうど昨日の出来事なんだけど、うん、俺ヘッドフォン、ちょうどね、あのミキサーのね、キャンさんが持ってるようなこの赤い、あー、これ何円ぐらいしますか、ヘッドホン。1万ぐらいですよ、うん、俺もだからもう6000、7000ぐらいのヘッドホンを買ったんですよ、最近買って、うん、ずっと聞いてて、うわ、ガンガン楽しいと思って、うん、それを後輩のヘンさんがちょっと貸してくれんってね、貸してほしいって言ったから後輩のヘンさんに貸したわけさ、はいはいはい、で、ヘンさん寝ながら聞いてて、ね、まあもう眠ったから外してて置いてたよね、横に寝ながら、うん、で、帰りが
そこにタタタタって歩いていって、はいはい、グシャッって音が聞こえて怖い怖い怖い、もうグシャッ、うん、ガリッって音が聞こえて、やめて帰りな、すごいな、帰りが、帰りやめて、帰りがあって言ってやめて帰りで、でやめて帰りお願い、で俺の場所にタタタタって来て、うん、コータ絶対ヘンザに言わんでな、ヘンザのヘッドフォン壊した俺のどや俺ののやみたいな、俺ののやそれバカ、帰りやめてお願いだから、そう帰りする、わからん、俺のってわからんくて絶対ヘンザに言わんでなって言って、あいつやばいや、後輩あね、このヘンザのヘッドフォン壊したって言って、うん、コータ、うん、どうしようって言って、うん、正直に言った方がいいかな、言わん方がいいかなって言って二人で、ね、俺もなんか俺のって今更言えんくて、ね、まあ、ちょっと面白いなってなったから、うん、ほんリアル30分ぐらい相談した結果、うん、帰りがよし言わない子、俺のどやん俺のどやんみたいな、マジでまだ言ってないの、結果言わないで、だからね、でわざと俺が LINE でさっき変山に変山、はいはい、後輩のね、帰りが出てこないから、うん、あ帰りがね結構隠そうって言ってたから、じゃ逆に LINE で変山がヘッドホン壊したの誰ですかってね、言わしたんじゃないんで、画像付きでね、グループだね、シェアウス、シェアウスメンバーの LINE で、一応既読、うん、5、全部オールでついております、はいはいはい、帰り返信しておりません、うわやばいな、誰かのせいにしてこれ、これね、これちょっと今後楽しみですね、最初俺見たからリョウトのせいにされると思って、俺違うよってすぐ言ってリョウトいつも、もうすぐ俺じゃないよってね、ちゃんとね、はい、そういつも疑われるから、俺疑われるから変、リョウト踏みそうだもんそうだよ、俺やりそうだもん、帰り面白えな、帰りがよ、天然なんだよな、あ、なんかあるの、なんかネタ合わせの時とかもなんかある、天然、カイリーはだからラジオの時もそうだっけ、前この前話したけど、うん、やっぱ天然が出るから、俺が一応ラジオで結構喋ってる時に、まあ、おバカさんみたいな ね、 おバカさんだね、感じよね、とかエンディングが鳴ってるのに喋ったりとか、うん、はいはい、カイリーこれがしょっちゅうある、俺じゃなくて、カイリーが止めるんじゃなくて、そうさ、例えばな、音楽鳴ってる時、はいはい、ででででって鳴ってる時、はい、でこカイリーですって言う、これ2回ぐらい、もう1回だけじゃない、ほんとにあいつフラなんだよな、カイリーね、それでなんか可愛いな、そうだねでもその時のカイリーはほんとに悔しがってるそうなんだ、だってお俺がやるから、いつごめんな、リョウト、俺がやってしまったっていう、可愛いな、カイリー憎めんな、あいつはなんかな、すごいいいやつだ、カイリーさ、カイリーね、今まあ大学と、あいつは大学バイトお笑いをね、目指して両立してるさ、みんな、はいはい、まあ、俺らとは違うさね、俺ら学校行ってないから、うん、三足のわらじゃ入ってますからね、入ってるさ、で大変なのは分かるんだけど、うん、なんかユニオン俺が行こうって言ったら、うん、いいねいいね行こう行こうって言うわけさ、テンション高い、で二人で行ってね、もちろん俺いっぱい買うさ、お菓子とか、うん、ね、食い物とか、そうだね、あれ帰り何も買ってんばよ、帰り、うん、何も買わんのって言ったら、うん、お金ないわけさ、俺って言うわけさえ、お前なんで来たみたいなお前なんで来たみたいな、俺めっちゃ気まずい、これ立ち悪いね、そう、うん、で、こっちもなんかおごらない、俺3日間断食してるってばって言ったら、うん、それはもうなんか買うみたいな、そうだねこれ計算してるのかな、帰りは、いや、あいつしてんぜ、してないんだろ、わからんよ、だってあれ心理学だよ、あ、そっか、わからんよ、大学か、これ怖い、うん、あれ結構知ってるところは知ってるよ、そっか、でもまだ帰りは可愛いよ、帰りは天然だろうな、変山がやばいよ、変山、ね、りょうさん、送ってください、変山もな、変山やばいな、やばい、末っ子だから、うん、あ、帰り心理学さは知ってるよな、うん、さあこの前、うん、帰りがちょっと俺心理学ちょっと使っていいみたいな、私生活で使いたいやつさ、新格好つけて、はいはい、コータ、お前が元カノ何人か当てるわっていう、うん、はいはい、俺が、あ、じゃあなんていうの、じゃあ、あ、嘘、嘘、あ、嘘か本当どっちか言って、はい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 、で俺が適当に、3人って言ったわよ、ああ、うん、これは嘘なの、嘘、嘘で、うん、3人って言ったら、うん、カイリが、うん、この目の動きは本当って言ったけど俺元カノ急にいる場合何見てんのこいつみたいな俺の目の動き見てこの目の動きは正解みたいな本当だと言ってるんだ全然合ってない、もうクソダサい、カイリクソダサいから、強がるところも結構カイリあるから、いや元カノ9人って多いなお前多いよ本当に多いな、あと1人でもう2桁だから、うわすごい、記念日、いや記念日、記念日したい、記念ね、そうだね、元カノとかね、リアルで元カノエピソードとか、リョートとか結構元カノね、ああ、リョート元カノそうでもないよ、でもそうでもないか、でも、うん、もう終わり終わり、うん、ああ何何、そう終わりなの、なんかやばい、じゃあなんか触れてはいかないのかな、大丈夫、いっぱい触れていいよ、じゃあ軽く
何があったの？元カノのエピソード。エピソードだから、りょうと高校1年生の時に渡嘉敷島に研修があって、で彼女と付き合ってたんだけど、で渡嘉敷島で台風があってから、はいはいはい、な3泊2日3泊4日だよ。そう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 、いやあの時間の感覚よ。3泊どこに1泊してるの？そう、4日だったんだけど、台風の影響で涙が荒いから戻れなかったわけ。はいはいはい、で彼女と連絡して、うん、この10日間ずっといたんだけど、はいはい、だんだん返事がなくなっていって、で渡嘉敷島から沖縄も本島戻った時に別れようって言われた。うわ、きつ、あの本当にきついな。うん、なんでこれ台風のせいってこと？これはもう台風のせいかもしれない。会えなかったか、会えなくてってこと？そうだね、これがね、船だよ、これがねタイタニックとかだったらさ、あーあー最後にさ女の子が溺れてて、男が入れ替わるっけ？あ、違うや、男が犠牲になってあれっすよね、うん、彼女を生かす、ね、うん、さボートに乗らして、うん、ポってねあの寸前とかに、うん、で両党がね、うん、あの立場だとして、うん、お前を逃げろって言ったぐらいに、うん、両党別れよう、うわ終わった、やだーやだバッドエンドすぎるだろそれ。溺れる寸前ぐらいに振られてな、うん、100% 幽霊になるよね、それ恨むよ、そしたら俺絶対恨む。一応ね、無事帰れてよかったね。帰れてまだよかったよ、シャラよかった、怖っ。これタイタニックとかだったらやばい、危ないよ、ほんとに 100% 幽霊になるよ。確かに。中地何人なの彼女？あ、中地はお二人、うん、えリアル、リアル、うん、えピュア、ピュア。そのうちの一人は、うん、あの俺が別れた女の子に告白して振られたから、うん。実質一人なのかな。いやだから俺小学校の時で、うんうん、俺なんか小学校めっちゃピュアだったから、おっぱいっていう単語がもうレベルマックスの下ネタだった。中学校？小学校、小学校、うん、中1で、小学校だいぶエロいけどな、みんなクリトリス、マンコとか知らんかった、単語の意味とかも、おちんちんって言ってた、女の子のおちんちんみたいな。あー、ガチめにしてたんだ。ほんとにそれぐらいだけど、エロに一切興味ない。で、だから周りでチューしてるとかもありえんぐらい、そっか、の状況の中付き合ったから。でももうだから、もう何もしない、もうただ一緒におしゃべりして、なんか文通みたいなのして。なんで恥ずかしがってるもん、お前。文通やったことある？やってないな、俺。文通俺めっちゃやってた、めっちゃ楽しかった、お前。めっちゃ楽しい、死に楽しい、もらうのも渡すのも楽しい、 いや、もらうのめっちゃ楽しい、ね、もらうの楽しい、なんかそれ、もう朝もうドキドキする、投稿するときに、うん、今日もらえるかな返事、そう女の子来る、あ、もらえるかな、もらえるかな、あ、もらえないか、で、昼休みくらいに、うん、タタタって来て、さって渡す、そう、さって、もう一瞬だわ、で、そこポケット入れて、麻薬の取引みたいな感じ、そこポケット入れて、トイレ行って、うん、ばあちゃん、大便の場所入って見るっていう、そう、これあるある、そう、周りに見られたくないから、なんでやないばや。なよ、りょうとは。なんでなの。あ、でもこういういじめみたいなのあったことあるよ。いじめ。中学校の頃。いじめ来るか。その好きな女の子の名前出して、あの、文通してたら、普通にゴリゴリのヤンキーだったっていう。いじめ、いじめ。あ、いじめかな、わからんけど、あの、泣いたよね、ほんとに。暴走して、オナニーもしてたのに。最悪だよ。小学校でオナニーしてたんだ。小学校、俺小5かな、うん、あ、薄いよね、俺と亮と、うん、あれだよね、あの、なんて原点一緒だよね、オナニーの、オナニー、登り棒あるさ、小学校の頃、あー、はいはいはい、あれ俺ら小1ぐらいで2人やって、うん、まあこれ、あれだ、別の学校だけど、別の学校だよ、あの、後で話した結果だけど、うん、あの、登り棒やった時に、あ、チンコね、そう気持ちいい、擦れる時ね、って思ってて、で、5年後ぐらいにオナニーって存在知って、あ、うん、あれオナニーだったんだっていう、俺らはもう実質上小1かな、あ、小1だよね、小1ぐらい、うん、すごい、そうありえんな、俺ら地元の小学校、お前遅いんだよな、俺中1、まあ、遅いな、でも、もうだから、うん、もう周りがしてて、うん、めっちゃしてて、で、オナニーっていう存在聞かされて、うんうん、もう衝撃的で、でもうエロい感覚はないけど、とりあえずやり方を教えてって言って、このオナニーをしたことない俺の友達3人と、うん、オナニーマスター達明くん、誰誰誰誰誰よ、達明くん、この人、うん、こいつん家に行って、
って3人並んで、うん、その中にはねあのよくデンジャラスナイトでお世話になってる竹富カンタもあカンタね童貞男ね、うんうん、でとりあえずじゃあお前なんかズボンとパンツ脱げって言われて、ズボンとパンツ脱いで、じゃあ聞き手何手かって言われて、あ僕右です右手です左手ですみたいな、はいはい、じゃあ聞き手でチンチン持って、うん、すげえすげえそんな感じなんだ、どんな右手ですみたいな、どんなみたいな感じあもうとりあえず俺やるわみたいな、真似して真似して、マジか、気持ち悪い、今思えばだから気持ち悪いけど、その時はもうなんかね部活みたいな感じ、部活の先輩になんか野球のフォームとか教わってるぐらいの感覚で、やばいな、本当に本当にやば、何もわからんから、マジか、何もわからんから、何でわかったかな、俺なんとなくわかったな、俺 AV 見てわかった、うん、その頃から AV 見てたのお前すごいな、落ちてる AV な、団地とかわかるわかる、りょうと、ん、はあのお家の下がエロビー屋さんだったから、ビデオ屋さんだったから、あの中古の CD 捨てられてるから、ああそっか、なるほどね、うん、あれが良かった、 AV とかもまともに見れんかったな、そっか AV 俺も見れんかったな、あでだからもうオナニーのやり方を教えてもらって、うん、でだんだん性に対する思いが強くなってって、うん、で AV ね、うん、AV なんかさ誰かが持ってたらさ なんていうの、回るというか、分かる分かる、同級生の中で回るさ、うん、で俺もちょっと今日 AV 見るわって言って友達に借りて、うん、はいはい、初めての AV、 でも誰もいない中で、うん、あーいいね、で DVD をカチャンって入れて、ウィーンってな、うん、緊張するようになるな、でもドキドキしながら一人で見てたら、うん、初めて見た AV が、うん、犬と女がセックス、あーうわー絨毯、もう鳥肌もマジでトラウマ、刺激強、めっちゃグロい、トラウマだな、あ本物の犬なの一応、本物だったね、ねえゴールデンレトリバー派、いや歯じゃなくて、歯じゃなくて、えそ俺はよく見るよ、ね、よく見るんだ、前は昔は見てたよちょっとねそういうねちょっとズレる性癖の時期あるね、うんうん、あれきつかったな、きついよな、気持ち悪いであるよね、うんうん、あでも俺も伝説あるわ AV で、うん、ガチ伝説も伝説、本当にもう嘘っぽい伝説なんだよ、はいはいはい、友達5人で俺初めて AV を、うん、このお友達のなんかなんて両親がいないっていう時に、うん、こう見てて5人で、はいはい、でもう序盤ぐらいで、はい、まさかの両親が忘れ物取りに、うわでかいテレビで見てる状態でガチャガチャ帰ってきて、もうその俺の友達パニックって、うん、もうガタガタガタって DVD やってバーンって取って窓から投げたべ、うん、そう俺ほんと話したんだけど、で、うん、3年後、うん、それがいつだか小 5? わからんけど、で中2ぐらいで、うん、懐かしいって言ってそいつの友達のお家行ったべな、うんうん、でそいつの友達が見てほしいって言って、うん、なんか木あって木が木が上にあるんだけど、うん、その木の上のここにこの枝にCD が、うわ偶然それをこいつは3年越しにしたって、あ最近ちょうどその投げたの2回からなんだけど、その時が2年ぐらい経ってこう伸びてって窓の方に見える時になって、すごいな、あ AV だみたいな、あの時の AV だってなって、すごい、まあ、分かるよ、本当にその時かかったか誰かわからんけど、うん、妹とかやったらわからんけど、木の枝にすごいな、でもうこの真ん中の穴にもう上にあって取れな い, いすげえ、すごい思い出、今あるか分からんけど、この写真撮ってツイッターの運命的な、そうだね、今思い出した、すげー、そう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 、感動するね、それは感動するすごい、俺らの初 AV、 うわそれすごいエピソードだね、初 AV、 そうそうそう、すごいな、本当に面白い、最近の AV のジャンルとかはみんな見てます、って AV 見てる、あーそうだね、ちょなんか性癖グレる時あるよな、あれ、あーめっちゃある、グレる時ない、めっちゃある、もう心不良なる時、気持ち悪い時あるよな、俺だからリアルで、うん、本当に俺小6やっさ、今思えば、はいはい、小6の頃はあのお母さんの携帯で、うん、小6あのおねしょとか調べてた、あーおねしょ、あそっちか、そう同級生のおねしょとか見て、ね、興奮してた、あーとかアローマラ中3とか俺はね、そういう、うん、ちょっとうんこしっことかに行くときない、ぶっちゃけないお前あるしっこはあるな、ぶっちゃけっていうか、スカトロ、ごめんなさい、ないですね、あマジで俺ちょっとあるよ、中学校でね、性欲ありすぎてグレるときだけど、うん、今はきついけど、ゲロモノとかもあるの、わかる、あるあるね、はい、ずっと入って、わかるわかる、顔にも入って、男優がもうかけられるやつ、なんか流行るよね、流行るっていうか、なんか流行りまじない、俺は苦手なんだけど、見るんじゃなくて、うん、逆に気持ち悪いで流行るって感じ、あー虫女とか覚えてる、もうだからグロ映像がある感覚ね、もう普通に AV を見てるっていうよりかはもうグロ映像、口とかあのねワームね、マンコにワーム入れるっていう、いやでそれが死んだ、そのね女優が死んだっていう噂とともに、まあ嘘だと思うけど、わからんけど、まあ
あるようなそういう。まあでもそれをね、うん、性の対象として見てる男の人はいるってことでしょ。そうだね、絶対いると思うね。まあそっか、あるな。怖、うん、あれは俺最近ハマってるよ。が普通にやるどこのあの大工士とかがやるドリル、うん、あるさ、はいはいはい、あれをバイブみたいになんかね、ディオルド、あーはいはいはい、ディルドね、そうディルド、うんうん、そうそうそう、あチンコの形した人形みたいな、そうめっちゃ高速回転で、最高、うん、お前真っ只中やし、最高、あれ思春期真っ只中、まあね、そうで話題といえばもう亮とかね、はいはい、童貞という、ああ、けど実はね、やりちんだったという説が最近。なんでそれ。ごめん嘘。ごめん。本当に。ごめん。童貞だからね。嘘嘘嘘。童貞。うん。どうしますじゃあ、これからオープニングトークだいぶ話したけど。いやもうそのまま行きましょう。そのまま行く。童貞話に。行きましょうか。うんうん。ね、亮斗が童貞っていうね。うん。どうですか童貞は。いや俺ら童貞じゃないから。ああそこ違うか。だから俺らラジオで、うん、結構ビッチ呼んだりとか、うん、女の子結構呼んだりしたけど、うん、その時に俺らが絶対聞くのは、うん、20歳で、うん、ビッチ、まあ、19、20で高校卒業してもまだ童貞はどうって聞いたら、うん、ちょっと一言、うん、気持ち悪いって、うん、俺は申し訳ないけど。お前ら何どんなラジオしてんの本当に。これまだいいのは、これは本当にもうでも、うん、もうマジで言ってるやつ、ね、まあ両方はまだ可愛いんだよね。あ、可愛いから許されるけど、はいはいはい、まあ後輩の偏山とか、うん、まああいつは童貞じゃないけど、うん、ああいうなおっさんみたいな見た目のやつが、うん、童貞だったらちょっと惹かれるんだろうね。そうだね、うん、それはあるのかもしれない。両とも怖いけどね、うん、言われるけど、ね、どうなの、風俗とかで本当に卒業したらいいさ。それは違う、やだ、それは嫌なんだ。愛してる女をやるのがこれはもう本当にリアル。これ言うよね、愛してる女とか言いながら、うん、なんか言葉は一応やるとか結構強引じゃない、うん、なんか違うんだよ本当に。お前ら中ちゃんはそうだけども、うん、中ちゃんは絶対にあの、うん、こういうの関係ないさ。もう、うん、違う、両方の関係ないって。違うよ、初体験って意外とどうでもいいから。じゃあだからお前の童貞なんてそんな価値ないよ。あるよ。ない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 。来て、女の処女はめっちゃ価値あるべ、うん、あーなるへすね。男の童貞ないない、もうない、うん、そうなの、しょうもない。うん、でもやらないよ亮斗は。もうどうせなら。あ、一応でもちょっとね、おもろいってことでしょ、ここまで来たら。そうそう、ここまで来たらもうそっちなの。そうだよ、ここまで来たらおもろいって考えになって。じゃあ好きな人が、うん、できて、うん、こっくって付き合って段階を踏まえたらやるでしょ。それはやる。これはもうさすがにしょうがないよね、うん、タイプ、リョウトのタイプとか女の子の。ああ、リョウトの。じゃあ、目は目は目は、うん、目パッチ、パッチリ、目はパッチリ、まあそりゃそうか。鼻は、鼻は、ほら、もうまあシュって感じ。シュって、俺、あれが好き、うん、ショート。あー、まあ、身長ちっちゃいのが好きでしょ。身長ちっちゃいショートだろ。わかるわ、わかるわかる。リョウトっぽいな、うん、ショートいいな、いいですね。なんでお前なんてお前自体見た目子供なのに、うん、子供っぽい女の子が好きなんだ。あ、でも俺不思議じゃん、うん、そうだね、でも痩せなってほしいっていうのもある、うん、え、うん、何言ってんのこいつ今の、うん、こいつ今年20歳だと思うけど、今の段階で言えば、うん、その共通する、うん、共通点で言う女、うん、俺のお母が当てはまる、うん、マジで紹介して。目パッチリでショートでやゆり背低くてマジか、癒しなえるぐらい、お前のお母か、うん、優しいやつ、冒頭に言ってたね、優しい、俺のお母優しい。あとから LINE の教えてね、なんでよ。これどう、いやもうやる気満々なの。これどうなんの。中地のお母さんと亮斗が、うん、セックスしたら、うん、身長ちっちゃい中地が生まれるの。やだ。どういうこと。顎もでっかいし、お前のお母さんと、うん、リョウトがセックスして生まれる子供は身長小さい中地。やだもうほぼ小人図鑑やし。やだ家族構成ってことだからどうなれば、俺はリョウトになんて言えばいい。お父さんって、お父さんって、お父さんって呼べ。しか、いや、お父さんって呼べ。ちょっとじゃあ、じゃあ正月だとして、正月、俺はじゃあ普通親戚だとして、ただの、うん、あ、どうも、あ、久しぶりです。久しぶり。あ、ね、あ、ね、そういえば結婚なされたみたいで。そうだね、はい。お父さんだよね。そう、お父さんですよ。で、昔ね、一緒にシェアハウスして。あの時の時代はね、時代は今、あのもう、俺はもうお父さんになったから、いつもあの、サブチャンネル全部任してるから。あー、息子に。そうです、もうお父さんの言うことは絶対なんで、うん、まあ絶対俺のお母と結婚すんだよ、お前。ないとは思うけど。
で世の中にはいるかもね、こういう、そうだよ、同級生が、うん、だから、だから俺のだから友達にいるってば、だからあ、ね、聞いた、だからね、この前先週言ったけど22歳で、うん、50何歳の女の人と付き合ってる。へぇ、20何歳、22歳ぐらいの男が50何歳の女性と付き合ってて、うんうん、で、その50何歳の女性だから自分のガールフレンドの、うん、息子が自分より10個ぐらい上、うん、だ32歳の息子がいるってこと。マジか、いやー、なって嫌だ。そうそうそう、もういろいろ意味わからんけどね、そういう、やだ、お盆とかの時嫌だね。まあな、一番嫌だ。特殊な恋愛、そうだね、特殊な恋愛。ちょ、りょうとかちょくちょくこのダッチワイフのマンコいじって見えないところ。なんでわかった、なんでわかった、ずっと気になってた。なんでわかった、ずっといじってるマンコ、うん、こいつ童貞のくせに、うん、あのこの前、あ、さっき、うん、お家でリアルだなって言ってた。わからんだろお前、なんもわからんだろ。そう、つけえと思って、はずいだろ。まだ触るばや。でもリアルだよね、ほんとに。一応リアルリアルね、皆さんほんとにめっちゃリアルなんすよ。触りたい方はぜひ来てください。今今日さ、ちょっと、うん、心優しいリョートにちょっともう下ネタの話からそれるけど、うん、究極の質問って俺らよくやってる。あ、やってるね、うん、リョートってめっちゃね、優しい。あ、確かに確かに。これこれ聞きたいなと思ってたのが、えー、怖い怖い。もしも、うん、はいはい、俺とコータが、はい、海で溺れてて、あ、一人しか助けられない状況だとしたら、リョウトはどっちを助ける？これリアルに、またリアルにあれなし、うん、もうどっちも助けるとか、うん、どっちも助けないなし、うん、もうみんな3人で死ぬとかなし。じゃあ3人1でどっちか、もう俺とコウタどっちかしかも助けられない状況、うん、もうどっちか溺れてる、うん、じゃあ行きます。うん、3、2、1、どうぞ。コウタ！よっしゃー！結構食い気味。だってだってちょっと言っていい、ちょっと言っていいですか。もうちょい、もうちょい悩ましてとか。違う、中地。お前は違う。なん、どういう意味違うって。あのね、中地、お前に言いたいことがある。はい、コウタ、俺が帰ってきた時、コウタはあ、リョート疲れーとか、リョちゃん疲れーって、ね、ねえ、今日も頑張ったねって言って、はいはいはい、こうハグしてくれたりするわけ。そうそうそう。で、中地で、俺もコウタが来た時、お疲れーって言って、コウタがお疲れーで、俺中地にお疲れーって言った。それは盛り過ぎだって。じゃあ本当に中地だ。それだから中地、あの、こうおかえりって言わないからってこと。だから今日からでもいいから笑顔でおかえりって言ったら、じゃあ1回とかやってみて。だこいつだからオンオフがあるからね。そうそうそう、オフはもうほんとにただの無口なね、変な髪色のやつだもんね。そうそうそう、脳が。じゃあ1回だからね、じゃあ1回ね、お手本見せるよ俺が。オッケーオッケー、お手本。ガチャ、あ、コウタ疲れー、ありがとう、お疲れラジオ。あー、もう今日ラジオ面白かったね、もうね。こけんなよ、こけんなよ、こけんなよ。こんなに、そんなに、ふけんなよ。めっちゃいい、いい家っぽい、でもめっちゃいい家っぽい。よし、こけるのも終わった。次は台本だったんだ、今の。今の台本だったんだ。衝撃的。そんなないよや、そんなないよや。こけ方めっちゃ上手だった。すごい。演技だとしたらな、そうだ、すごい。いや、嘘嘘嘘、月9か。いいよ、別にそのツッコミいらんよ、それ。わけわからんかね、テンションというかね、うん、そう、だから俺とリョウトはどっちかというと明るいから、うん、2人でドライブして楽しいっすよね、うん、2人でね、ドライブだ、2人でお家にいるときに、うん、だ俺とリョウトで2人でお家にいたらね、楽しいっすよ、なんか音楽、歌歌ったり、うん、2人でね、なんかちょっと、うん、なんか熱い話したりとか、うん、そうそうそう、中地と2人でお家にいたらもう何も喋らんもん、そう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 。俺はね、一方的に喋りかける、うん、なんとか、そうだね、うん、よく見るよ、うん、あ、そうなんだ、みたいな。あ、そうそうそう、とそれかマジかぐらいで終わる。あ、マジか言うな、うん、マジかマジか、あっはっはっはって携帯。そうそうそう、マジか携帯。いや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 、チャンスみたいな感じ入ってくるの。あと中地のオンオフはやっぱ 寝て YouTube 撮ろうって言って、中地シューンってなってて、うん、でポチって押して始まりました KY チャンネルって言った。あーあ、これ言われたら本当にやりづらくなるから、マジで。すぐだよ。オンオフがあるって言われた。でもそういうところが可愛いんだよね、またね。ああ、うん、可愛い。そういうところ。でもコウタ助けるんでしょ。俺溺れてるよもう。うわ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 ってなってもお前。どんなに。お前が悪い。確かにね。ちょっとじゃあもっと
アメリカンな。アメリカンな感じで今日は。ヒヒマイプラザワッサンメンみたいな。いや、それはそれで気持ち悪いな。オーボラスします。それで。だからね、中地で自分でもね、よく言うけど、お前、明るいのか暗いのか何なのか分からん。自分でも分からんって言うさ。分からん。自分でも分からん。よく、そうだね。多分、うん、本当は明るいんだと思う。で、で、1日のうち、うん、1日っていうか、まあ、1週間のうち、うん、6日間は生理なんだと思う。男だろ。マジか。男だろ、お前。だと、俺は思って、どっから最近の解釈は。リョートとかが大変だなって思うのは、リョートはいつも笑ってるから、うんうん、で普通に真顔じゃなくて普通に素顔に戻っただけでも、うん、なんかリョート怖いみたいな。あーそうそうそう、ね、ぶっちゃけあるでしょ。ある。リョートのキャラの、じゃあ、ね、リョートのキャラの悩みどころとかある？これ誤解されるとか。なんかだから普通にリョートが携帯をいじくってるだけ。だって笑いながら携帯いじくのおかしいだ、うん、まあ、でもいじくっててもなんかよくある某先輩からでも、うん、リョウトの闇が見えてるみたいな。あー、悩んでるのかなとか、悩んでるのかな、病んでんのかなみたいな。そうそうそう、オンファ激しいみたいな。うんうんうん。だからね、ね、難しいんだけど、リョウトがしながら携帯見せたら、それはそれでね、そうそうそう、やっちゃってるし、やっちゃってるし、やっちゃってるし、難しいんだよ。俺ぐらいがいいんだよ、だからお前ら。うん、あー、うん、まあ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 、どっちとも取れる。そう、真ん中ぐらいで。はいはい、あ、やっぱやばいな。やばいな。そう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 。携帯触ってる時ぐらいはね。そうだね。まあまあね。普通にしてますけど。だからね、逆に両方も気使うんじゃない？だから、もしイベントとかでね、うん、例えばちょっとこうテントとかに控え室があって、あ、隙間とか、ね、うん、気にならん？どなんか隙間からさ見られてたり、やっぱり、うん、うわ見られてるから真顔だったらまた誤解されるわとかある、やっぱ。あるね。されそうだな、ある。イベント先ね。最近だからメインプレスでやった時、もう隙間が結構空いてて、テントの、うん。俺笑ってたもん、ずっと。マジで念のため。すげえ、念のため笑っとこうってなる。だからこいつその後お家帰って、やっぱちったちった。リゴもちったってさ。な。そうそうそう。マジでな。リゴなんねえさ、笑いすぎ笑いすぎ。どんな生活送ってるのか。すげえな。すげえな、プロだな。うん、あるよな。やっぱね。自分のキャラの悩みどころとかある？あの、りょうとあついっこいっていう、りょうと最近おでん買ってたんだけど、おでん、おでん買ってる時あったんだけど、夏に、そう、夏にね、おでんをこう、うるましで買ってたんだけど、はいはい、あ、りょうとさんだって言われて、うん、俺、真顔だったんだけど、はぁ見て、見てくれ見てな、見てくれてんの、ありがとうね、おでん入れながら帰った後、すいません、お願いします。すごい、プロ。いや、別にオフじゃないんだよ、だから、みんなのイメージはなんて言うんだろう、これ明るい、あー楽しいなーっていう量とかゼロで、うんうん、で、真顔の量とかマイナスみたいなイメージが、そうじゃないんだよ、俺たちもあるさ、はいはい、俺たちもテンション高い時は楽しいし、やったーみたいになるし、うん、普通の時はゼロに戻るやん、そう だ, ね、だから、量ともそうなんだよね、うん、別に、はいはい、楽しい時はプラスで、そうそうそう、真顔の時は普通にゼロなんだよ、なるほどね、けど量とかなんかね、ちょ誤解っていうかね、そうだよ、されるパターンはマイナスってね、うん、病んでるのか、オンオフな、ね、オフなのかなみたいな、よくある。まあそれはね、確かに、ああ、ごめんなさい、しゃあないかもね。いや、俺もだから高校の頃はね、うん、明るくて、あ、俺がちょっと黙ったら、うん、なんかどうしたの、今日怒ってんのみたいな、わあ、なるほどね、うん、中地ぐらいがいいんじゃない、本当に。そうだね、あの一番何も言われんからね、何も言われん、あれだろう、あの朝起きて、うん、あの一番さ、朝起きて学校行って、うん、初めて喋ったの、あれだろう、そう、放課後の掃除時間とかあるだろあるだろ、あ、でもあるね、あるでしょ、だからあるね、うん、考えられない。あの、たまに、うん、昼休みまではもう基本喋らない。へえ。ご飯の時に寝たりな、寝たりしてるから。で、喋って、あ、俺こんな声だったんだ。お前よくお笑い続けられたな。本当に本当に。やべえ。あ、こ俺こんな声だったんだってあるんだ。あるあるある、マジである、マジである。すごいね。マジで？うん。で、周りももう慣れてるから、うん、話しかけに来ないから、うん、あ、もう本当に喋らない。朝起きて。もう昼休みまでは中地も5回あるよね。 KY デンジャラスの中地って見られてるから、あー、そうだね、初めて中地とね同じクラスになった人は、うん、中地面白いんだろうなみたいな、毎時間笑い取るんだろうなみたいな、うん、見て、はいはい、あれこれ全然喋らんやん、あー、そうそうそう、つまんなみたいな、そう絶対あると思う。いや俺とかどっちかというと変わらん方さ、別に、はいはいはい、どっちも、うん、そうだね。なんかヨトも初めて会った時、中地がめっちゃ面白いやつと思ってて、うん、コーターがグレてるやつだと思って、はいはい、あー、ちょっとヤンキーみたいな、あ、それ結構それよく言われるわ、あるあるある、そして中地ってこうハグしたら、うん、うんうん、
現実逆持ってるってそれは現実逆っていうね。え、初めて喋ったのいつ？デコボコと俺たちがこの事務所の、うん、F ライブっていうライブライブね、ちっちゃいの時にライブでか小さいライブの時に会った初めて。そうなるほどね。俺でも俺多分両方のキャラクター大変だなって思うのが、はいはい、クソうざい中学生とかいるやん、声かけてくる、はいはい、なんか一発ガンしてみたいな。あ俺最近だから俺さっき居酒屋で、うん、変ななんかガキ、うん、19ぐらいの同級生1個下ぐらいのガキに一発ギャグしてって言われて、うん、ちょっと半切れしたわよな。マジで絶対しないからみたいな、芸人イコール一発ギャグじゃないか別にみたいな、言ったり、まあ俺らはできるじゃん、まあ、うん、こんな怒った感じじゃないよ、うん、半分ツッコミみたいな、そうだね、しないからみたいな、うん、しつこいしつこいだるだるだるみたいな、うん、そんなができるし、お前も別にできるさ、うん、で俺たちがそれやったとこで、うん、ひどいとはならんさ別に、うん、ね、ああコウタさんになんかね、うん、ダメって言われたぐらいだけど、りょうとかもし一発ギャグしてくださいりょうさんってりょうとかだるだるだるしゃべる、いやあるよ、何回かあるよ、でだるだるとかお前が言ったら、うん、りょうとさんひどーってなる、怖ーってなる。でもりょうと最近覚えたのが本当にお前らにもよく言うんだけど、断る方法とか、うん、あの断るっていうか、うんうん、俺あの血流す口からそれいい解決方法ではないやつか。一回やったことある、本当にそれはの、だからそうそう、りょうとの特技があって、うん、ここの唇の下噛んで血出すっていう技、うん、あるね。だから結構俺も一回見してもらったんだけど、うん、まあまあな量の血がね俳優のあれがあって、俺よく昔俳優願望があるんだよ、俳優願望があって、うん、よくバンバン打たれてゴンゴンゴン、そうそうそう、で口からうっって、いやあれ別にあれそういう専用のやつを入れてるからね、うん、口違うさ、監督があれを忘れた場合よ、いやねえわねえだろ、監督リョートできますよすぐって言ってから、うんうん、すぐ唇買ってガッって出してあれ絶対やめた方がいいぞ、ドン引きされるかやっぱ手拘束された人が自殺するときに使うやつで、お前あ、そうなんだやめとけやし、口の中切ってからやめとけやし、漫画とかでよくあるやつやだということで、そろそろですね、はい、終わりが近づいてきました。エンディング、エンディング、あっという間だったな。だからよ、フリートークで何個かコーナーもあったんですけど、え、まあまあ、無視して、もう早かったですね、こんなに早いんだ。ということでコメントパパッと読んでいきましょうか、1分くらいですかね、はいはい、シュプリムさん、お、りょうたくんと勝利くんのどちらかが先に脱チェリーボーイになるかということでね。あー勝利さんだろうな、どっちが童貞卒業するか、まあ、勝利さんすぐできるから。そうだね、でも勝利さんも、うん、あのもしあの勝利さんが童貞卒業したら、うん、ちょっと殺します。いやー仲間意識強いから、仲間意識強いから、ね、からダメです、ひろみさん、はい、うん、りょうとにいろんなこと教えないで KY さん笑って、おい、ちょ違います、ほんとにね、教えられるんだよ、ほんとにりょうと、やばい、お前りょうと正義に聞こえたらこう思われちゃうんだよね。だからドッキリとかもね、ね、りょうとにかけたりしたらかわいそうってなっちゃう。だから難しいのが、それで例えば俺らがりょうとにかけんくなったら、かけんくなったで、ね、りょうとかしたらね、うん、おかしい、それはそれでね、なんだば、難しいんだよね、それ。そう、難しいのよ、確かにね、はい、エロいの好きですよ、一応、ね、好きだよ、全然好きですよ、逆に俺らより知識あるぐらい好きよ、AV 女優とかに関して言えば、うん、飯食いながら見るぐらいだから、うん、すごいな、お前きつ、飯食いながら、三大欲求の二大欲求をよくすんだあと目つぶったら三大欲求だよ、もうすげえな、お前完璧だな、すげえ。ゆうとさん、部活で言ったらバレー部です、バレー部、バスケ部、どっちがいいですか、女の子ね、これパッと答えましょう。じゃあ、中地から、バスケ、バスケ、バスケ、おお、やっぱね、うん、バスケ部のユニフォームの脇とか、脇ね、はいはいはい、あと短くこのビロビロさ、バスパンってデロンデロンからはみ出るスパッツ、うわ、最高、わかる、わかる、わかるよな、シーブリーズの香り、そしてバッシュ、バッシュとか盗みたいもんね。二十歳のさ、二十歳がこれやばいやつだよ、あんま俺はパンツ盗みたいけど最低だな、ほんとに終わろう終わろう。ということで皆さん、今夜もですね、あっという間でしたが、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、すいません、はい、ゲストはデカボクトレベリングリョートでした、ありがとうね。以上、KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした。皆さんありがとうございました、バイバーイ、ありがとうございました。はい、ということで追加すがね、あと6分ぐらい、5分ぐらいですかね、続きます。はい、最後までね、お付き合いくださいということで、はい、コメント読んでいきましょうか。はい、ひろみさん、中地の裏、うん、表ではあるんだよね、今が裏の顔、こっち裏の顔ではないけど、うん、難しいね、あ、難しい、本当に芸人のこういうのって難しいんだよね。例えば、なんだろうな、なんかプラス 1.5 倍にはなるさ、もちろん、もちろんね、うん、あ、そうなるよ、日頃から俺こんなにさ、
あ、俺は日頃からこんなかもしれない。こんなだよね。だから、なんて言うんだろう、例えば食レポしてる人がさ、食ってさ、おいしいって言うさ、そうだね、あれ日頃からさ、一人で吉野家ってさ、ご飯食べて、おいしいって言ったらね、まゆって言ったら、ちょっと頭いかれてるから、そうだね、難しいよね、それが。裏表とかではなくて、なんて言うんだろう、エンターテインメント、エンターテインメントっておかしい。作ってるわけじゃないんだよ。まあ、お化粧してる感じかな。そうだよね、別に作ってるわけじゃないんだよね。難しいけど。ゆうとさん、ゆうとくん。はい。あ、ひろみさんからのかな。中地はクールだけど、比較的ハイアプロ、愛想よね、笑顔がいい。確かにね。まあ、別に中地もね、挨拶がちゃんとするし、笑顔ができるよな。俺たちも普通にできますよ。確かに。まーやさん、ちゃんくんかな。りょうとさん。人間できてるな、プロだね。はい、ちゃんと笑顔とかね。うん、ちゃんと。ね、すから、でも本当ストイックだからね、ルート。はい、ちゃんとやりますか。ゆうとくん、自分はクラスで結構賑やかにして明るい人って思われてるけど、まあ俺ね、俺みたいな。一時に悩み事があって黙っていたらすぐに気づかれた。そう、気づかれる。すぐ気づかれる。そうだね。なんか逆にもう学級の後半とかも責任感の感じが俺。疲れてても、よっしゃみたいな。クラス盛り上げるぞみたいな。すげえ。そんぐらいになったりするから。ゆうとくんすごいからな。すごいね。前こう行った時めっちゃお世話になった。いっぱい人集めてくれた。ゆうとくん？ゆうとくん。あるわ。まだ会ったことない。ありがとうね、ゆうとくん、本当にね。中手レゴさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。かおこちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうね、本当に。ラムちゃん、お疲れ様でした。ありがとう。ありがとう。ありがとう。シュプリムさん、中地くん、ゴータくん、りょうとくん、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。シュプリムさんもわざわざね、東京からいつもね、ありがとうございます。ゆうとくん、今夜もお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。マリンちゃん、お疲れ様でした。ありがとう。ココナッツピーナッツさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ピーナッツアレルギーなんだよね、俺。言うな。ピーナッツアレルギーだけど大好きスニーカー。そうだよね、めっちゃ食うもんね。すごい。1日1個は絶対食う。絶対食う。ちょっとね、ブツブツ出て、ブツブツ出ながらも食っちゃうんだ。出ながらも食っちゃう。コートあるあるだ。そうそうそう、俺あるある。シュプリームさん、りょうとくん、2、3日ダッチワイフ貸して、俺の天下貸すか。仕送りしましょうね、だったら。いやいや、お子さんいるから、本当にホラーだから。そっかそっか。お子さんから。お子さんが人形遊びしてるってなるから。ひろみさん、中地が笑ってくれた時好き。あ、そうこれせこいよね。そうかだから、俺とか、まあ、リョウトってことね、得意んじゃない、うん、リョウトが笑ったら、それが当たり前みたいな感じになっちゃったりして、うん、たまにだから、積んでるみたいなもんさ。たまに、ね、しか笑わなそうな中地が、お客さんとかに笑顔したら、そっちの方がインパクト強い。そう、本当に。ヤンキーが、なんて普段真面目にしてる、授業真面目にしてる人が褒められないで、うん、いつもね、外に出て遊んでるヤンキーが、1時間だけ授業を真剣に受けてめっちゃ褒められるみたいな。ああ、わかるわかる。あんな感じで、ね。うん、で、日頃を真面目にしてる俺らは卑怯。そう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 、わかる。これヤンキーなの？うん、ヤンキーヤンキーなんだ。チューバーある。じゃあなんかちょっと笑ってみて。気持ち悪い。嬉しいの？嬉しくないか。ちょっと、ヒロミさんが独特なのかもしれない。りょうさん、お疲れ様です。お疲れ様です。これね、何分？あとまあ1分半ぐらい。最後なんか言い残したこととかある？りょうととか。ああ、なるほどね。最後言っときたいこととかある？ここでもうラジオチャンスみたいな。明日もですね、あのデコボコトラベリングのラジオがありますので、あと明日三郷高校に行きますので、喋りかけてください。ああ、そうです。もんでタッチワイフ持って待ってくるので。やばいよ。ぜひ捕まる。マジで捕まるから。ぜひぜひよろしく。あ、明日も恋愛相談室あるの？ありますよ。お、あるか。あ、じゃあ明日も俺、そこ LINE で送らんといけない、両取り。やらせってなるから。いつも通り送らんといけない。やらせってなるから。やらせ。明日どういう系がいい？俺、明日どういう系じゃない？明日、女子高生1年生か2年生か。なんでよ。大学生。明日大学生。帰りに忘れるよ。やらせの打ち合わせするんだよ。絶対怒られるわ、お前。はい。帰り面白いのがさ、最近俺パッて聞いた時に、なんかあるけど、初デートどこがいいですか？おって言って、まあ、フリ的に帰りなんか、なんか恋愛マスターみたいな、何でもすごい相談乗りますみたいな。そうそうそう。あいつが出した答えが、初デート。ライカムって全部ライカム出た。中学生か。誰でも言えるわ、ね、誰でも言えるわ。本当にやば。かわいい。そう、面白いですよね。しか出た。
あ、あの辺の。あ、ゆうとくん。あと、こうたさんと今度バスケしてみて。あ、結構うまいんだよ、俺。そう、うまいんだよ。結構うまいんだよね、俺。ありがとう。自分で言うんだよね。バスケしようよ、今度。これ、なんて読むんだろう。あ、ミルクでいいのかな、じゃあ。かいべに、まあ、いや、ミルク、ミルクちゃん。恋愛相談、不倫の話でもいいわらって不倫してんの、この年で全然いいですよ。全然 DM 送ってくださいね。いいよね、不倫のいい帰りがどうせ解決するので両手はできないので、もじゃあお前が今まで、じゃあ最後にお前が今まで恋愛相談室だって、うん、帰りのためになったわっていうのパッて言える、これこの帰りのためになった、あの人間は、あの優しすぎたらダメなんだよ、時に強がるところも大切だからさってよくわからんな、それよく言う、あの優しすぎてるんで別れようとなってるんですって言われた時にとか、うん、俺何回も言うんだけどさって言うのもいい、あ、終わった、これ終わった今日、あー、そっか、強がるっていうやつがこうだ、お金ないとか言うかな強がってないけどなじゃあ逆に帰りは、じゃあ逆に、うん、これ恋愛相談できてるみたいな人はあった、だからライカムライカムはひどい、あのだからこれ初なんだよね、あのラジオデコボコ初の時にやっぱ俺たちお笑い芸人だから、うん、ちょっと笑い取らないといけないってなってたから、まあね、でデートのとかいろんな相談あったけど、はいはい、全部ライカムで終わらせてしまってあのあいつはボケで言ってる、ボケで言ってる、絶対ボケか、ボケなの、ボケか、あいつどうなんだろう、ボケにしてんか、えガチかもじゃそれからだんだんあの良くなっていったんだよ、レイカムの時にちょっとシーンってなってまあそうなんだろうな、その時コータいたのにコータずっと携帯いじくってたもんそうそうそう今の会議はもう本当に変わってますから、ね、マスター、ぜひマスターですよ、あ、じゃあ明日も皆さん楽しみにハリウムのビッグスモー、はい、何を思ってマスターなんだろうマスターですからね、面白いな、ルームの会議ね、ということで、はい、今夜もね長々とすいません、本当にありがとうございました、でもあっという間でしたね、はい、びっくりしたな、びっくり、比較いつの間にもしなくて終わってね、だよ、ね、両方ありがとうございました、ありがとうございました、ということで皆さん明日からも楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。すいません、ありがとうございました。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 